さて夏の終わりが近づき涼しい日が続きますが、今日ご紹介するのは熱い話題なんです。郡山駅から歩いて10分ほどのところにやってきました。今日は郡山市虎丸町にあるラーメン店丸虎をご紹介します。6年ほど前から営業を始めた丸虎。昼はラーメン店、夜は居酒屋といういわゆる二毛作のお店です。もともとは店のすぐ近くにある日本茶店を営んでいたオーナーの望月幸吉さんが始めました。この辺はあまり食べるとこがないもんですから、少しでも商店街も活気づけるようにと思って始めました。長年の友人である料理人の桑名照夫さんと一緒に作ったラーメンが自慢です。中でも丸虎の名物は味噌の濃厚なスープに特製マー油や韓国唐辛子など厳選した5種類ほどのスパイスを加えた郡山辛味噌ラーメンです。赤いですね。いただきます。思った以上に辛さは控えめです。スパイスがとってもよく効いていて癖になりそうですし、このコクがとっても深くて美味しいですね。実はこの郡山辛味噌ラーメン、10辛まで辛さを変更することができちゃうんです。次々に投入されていく唐辛子、完成したスープを見ても1辛とは違うものを感じませんか？どうですか？いやいや、もう見た目全然違いますよね。なんかしびれます、見てると見ただけで、はい、ということで私も10辛に挑戦してみました、辛いです。唇がもうどん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 しびれてきました。ただ本当にコクがあるので好きな人はとっても好きな辛さだなと感じます。意外と大丈夫かもと思った私なんですが、食べ進めると体熱くなってきたですよね。いたよく食べてます ね口元痛そう。こんな感じになっちゃいました。郡山辛味噌ラーメンにはこんな思いや目標が詰まっているといいます。普通のラーメンじゃなくてとんがったラーメンを、作って皆さんに提供したいなと思って、やっぱり郡山ブラックに対抗して郡山レッドということで、始めました。こちらに何か尖ったラーメンを作りたいという思いから生まれたラーメンもビャンビャンメン、じゃビャンビャンミャン。先月上旬から期間限定で始まった中国発祥のビャンビャン麺。辛味噌ベースのタレにオリーブオイル、黒酢、唐辛子、山椒などが入ったスープに絡めるうねうね、ひらひらの麺が特徴的な一品です。愛されるお店、皆様のお客様に、喜んでもらえる味を追求しながら、勉強しながらやっていきたいと思っております。いや、辛いラーメン2辛に挑戦したいですねあ、ちょうどいいかもしれません。結構辛いの好きだなって方3辛から頼む方多いそうです。阿部さん、辛いラーメンの方もそうなんですけど、ビャンビャン麺もう気になって、それどういう意味なんですか気になりますよね。こちら意味としては諸説あるそうなんですが、望月さんによりますと、中国では麺を打つときにビャンビャンという音がすることから名付けられたと言われているそうなんです。そして私が今回食べた丸虎名物郡山辛味噌ラーメンの10辛は、辛いものが好きな方、結構注文する方多いそうなんですが、そのうち7割は女性の方ということでした。丸虎の営業時間はご覧の通りとなっています。以上、郡山発瞬間ライブでした。